日土曜日15時30分です。土曜日の昼間、誰も乗ってないの初めてです。地下鉄車両です。結構こう、なんていうんですか、グラフィティでバンダリズムされてますけど、外出禁止とかになったらこういうのも、治安とかもし悪化したらこういうのも増えてくるんじゃないでしょうか。3月21日土曜日16時10分です。ベルリンフリードリッシュトラス駅地下のホームです。びっくりする人がいます。ゴーストタウンやつ、最後の晩餐にやってきました。いいのか悪いのか、やっぱね、 1.5 メートル距離とか。こんにちは。ゴーストタウンすごい、アメリカの3人なんですよ。待ってます。フラットホワイト3人いない。静まり返ったアレキサンダープラッツ。